はい、こんにちは、ピカですけどね。最強 F1 シミュレーターはどれっていうことでやっていきたいと思います。比較するのはこの F1 2020とアイレーシングと R ファクター2、まあ、どれもねすごいソフトなんだけど、いろんなね捉え方があると思うんで、その辺もね説明しながらインプレッションしていきたいと思います。マシンを揃えるためにアイレーシングの MP430 かなに揃えるために、 F1 2020ではまずはね MP425なんで日本語 MP425 でやっていきたいと思います。はい、やっていきます。場所はちょっとねスパフランコルシャンでやってみよう。まあ、ちょっとフィーリングだよね。フィーリングを確かめていこう。バスストップ試験。さてどんな感じなんだろう。行き過ぎた。まあ、F1 2020ね最初はやってますけど、これはもう本当に PS4 でもね遊べる F1 の本格 F1 シミュレーター、まあ、シミュレーターというといろいろ語弊があるのかもしれんけど、まあもうね、もうそろそろシミュレーターと言ってもいいようなね動きになってると思いますよ。失敗してる。よいしょ。まあタイヤの感じね、しっかり感じますよ。ただタイヤのねたわみはあんまり感じないね。でも荷重がねこっちに今乗ってる、すごい乗ってるっていうのも感じるし、よっ、いや十分いいと思うけどね、これ何がダメなんだろうね。なんか F1 のノリスがなんか気に入らんみたいな、この F1 2020で争うのはなんか気に入らんみたいなこと言ってたよね。アイレーシングとか R ファクターでやらせろみたいなね。ちょっと多分言ってること違うと思うけど、検索すると出てくるよ。そんなことを言ったとか言わないとか。まあ、これがまあ標準だね。これに比べてアイレーシング R ファクターがどうなのかっていうねところをやっていきたいと思います。まあ乗った感じまあ悪くないし、タイヤのねしっかりとしたこうどれが抜ける感じとかグリップしてる感じとかすごいテントリーのように分かるし、まあシミュレーションとしては悪くないと思うんだけどね。俺これと何が違ってるのかをインプレッションしていきたいと思います。はい、次ですね、アイレーシング乗ってきました。アイレーシングどんな感じなんだろうね。 MP430 だね。さあやってこう。あータイヤの感じが全然違うな。跳ねるじゃん。そしてなんか異様に跳ねるな。なるほどね。全然違う。別の車だな。気持ちいい。出た。
っていう風になるな。はい、 F1 2020の感覚でいくと今みたいになっちゃう。つまりなんかこうね、 F1 2020はやらなきゃいけないこと、やっちゃいけないことには寛容なんだよね。やっちゃいけないこと、実際に乗っててやっちゃいけないことに対してはすごく寛容で、でやるべきことはやんないと速く走れないっていうね。やっちゃいけないことはやっても無効にされてるみたいな感じで、アイレーシングはやっちゃいけないことはやっちゃいけない、やるべきことはやらなきゃいけないっていう、まあ、そこが違う感じかな、うん、あとはやらなきゃいけないことが分かりやすい。むしろ分かりやすい。そんな感じ。今みたいなね、だからまあこうやってね、同じように乗っちゃったら、あのそれに順応して乗っちゃったら結局同じことなんだけど、だけどこうこれね、あーほらやっちゃいけないことをやっちゃうとね、ちょっとね早めにシフトダウンしすぎるとああなっちゃう。だからでも F1 2020はね、そんなことはない。適当にシフトしててもブレーキでね、そんなことやっても全然平気なんだ。そこが違うね。まあそれをリアルといえばリアルなんだけど、別にやんなきゃいけないこと、やっちゃいけないことをやらなきゃいいだけで、まああと変わんねえじゃんっていう説もある。ただまあやるべきこともね、いや、やっぱ全然違うな、全然違う。なんか細かいことを要求されるね。タイヤにちゃんとね荷重をかけなきゃいけないみたいな、ハンドル切れば曲がってくみたいな感じではない。やっちゃいけないことをやると、いやだからねこうなるんだわ、うん、だけどちゃんとこう操作すればちゃんとなるっていう感じですね。はい、じゃあちょっとね一周ちょっと走ってみよう、どんな感じなのか。難しい。やっちゃいけないことが多いよね、アイレーシングは。意外と実車よりやっちゃいけないこと多いんじゃないかぐらいの、なんとなくそんな気もしないでもない。
やめっちゃレスポンスいいね。アクセルに対しての車の動きはすごいわ。いやー出ないわ。タイム出るって感じじゃないけど、同じようなタイムだね。でもね、全然詰められるところある。まあシムとしてこっちの方は練習しがいがあるかな。まあやっちゃいけないことをやっちゃいけないで、やるべきことが多い。それを一個一個ちゃんとできないと、まあ、タイムが出ない。クリアする項目が多いよね、そういう意味において。 F1 2020は、まあ、ある程度クリアしていればみたいなところが、まあちょっと寛容かなっていうね。アイレーシングがこうちょっと神経質かなっていう。 F1 2020はもう寛容な人みたいな感じ。ただまあそれをどっちを最終的に早く走らせるのが難しいかっていうと、その先の世界っていうのはまた別のことなんだよね。基本的なところまでっていうのは、まあ、そういう性質を持ってるよね。じゃあね、どっちが早く走れるかっていうと、まあ F1 2020を突き詰めていけば早く走るの大変だし、まあアイレーシングも早く走るの大変かなっていう感じはしますね。じゃあ最後ちょっと R ファクター2やってみたいと思います。はい、 R ファクター2ですね、やっていきたいと思います。 F2004 になっちゃった。MP4 なんとかなかったわ。あるかもしれんが探せなかった。ずるいなこの音。ああしびれる。最高やなこの音。無言になるわ。いやーいいね。Rファクターはいいわ。いや実写みたい。いやーいいね。おお、いやー実写っぽい。めっちゃ動きが単純に。まあ F1 乗ったことないけどね。 F3000 と F3 なら乗ったことある。
だよな多分。素晴らしい。つけ切った。かくついてはみ出た。まあ、これが一番正しいよね多分。素人でも乗れるんだけどタイムが出ないっていうね。まあ、こんな感じなんじゃない実写ってって思うんだよね。実写、まあ、乗れるからさ普通に多分ある程度経験があるとタイムが出ないっていうね。ある程度こうやって綺麗には走れるんだよ。どんなやつが乗ったもん。危ねえ。ここからが大変なんだ。いやー細かいしな。やっぱすげえな。やっぱさすがシミュレーター作ってるだけあるな。本格シミュレーターを作ってるメーカーだけあって。いや乗り方がだってもう実写っぽくなってくるなってきてるもん。どれで何で走っても1分51秒というね。正確無比だろ俺。いやータイヤの使い方が本当に実写っぽい。だから乗りやすい。いやー楽しいもん。
はい、ということでね、やってきましたけど、いかがだったでしょうかね。まあ、F12020 は本当にね、 F1 のチャンピオンシップをね、本当に楽しめるような構造になっていますね。 F1 パイロットになって1年間戦うっていうね、キャリアモード、あとは自分でねチームを作って戦うっていうモード、そういうのがねやっぱ面白いですね。でゲーム性はっていうと、特にやっちゃいけないことやってもいいんだけど、結局速く走るためにはさ、やっちゃいけないことってやっちゃいけないから、うん、だからそんなにはね変わらないかなっていうね気はします。でアイレーシングは本当ね、争うためのもの、うん、e スポーツとして争うために、まあ、かなり特化してるんじゃないかなっていうね気はする。やっぱセッティングもしっかりこう決まらないと速く走らないし、だからまあじゃあそれが実車と近いのかって言われたら、まあ、セッティング方向は正しかったりもするんだけど、ハンドリングとかはどうなのかって言ったら、やっぱハンドリングは R ファクターの方に、まあ、実車に近いのかなっていう。まあでもね、別に実車に近かろうが近かなかろうがさ、別にいいわけじゃんっていうね。そういう車があってもいいわけじゃんっていうね。これからね、e スポーツとして、こういうシミュレーターを楽しみたいって人は、アイレーシングね、すごいおすすめですね。あれエンジン止まった。よかった。で、R ファクター。これはもう本当にね、ゲーム性もちょっとあんまりないんだよね。本当にただ走るだけでもっていう感じになっちゃうんで、一応ね、サーバー立ててレースはできるんだけど、まあ、システムとしてさ、そういう風に e スポーツ用には、あんまりまだできてないかなっていうところもあるんで、トータルのシステムとして楽しむっていうよりは、本当にピンポイントの実車の練習とか、うん、そういうのではいいかなって思うよね。やっぱ実車乗る前の日はこれやりたいなっていう感じがする。最近俺すごい実車乗ってて、ね、で実車に乗っててパッて乗って、なんていうのかな、シム走りになれなくてもいいっていう、まあ、実車のように走って普通に走れるっていうのは R ファクターだよね。今日バーって乗って、ご覧の通り俺多分 R ファクターが一番こう綺麗に走れてるっていうか、一番コントロールできてると思うんだよね。その感覚っていうのはまあ R ファクターあるかなっていうね感じしますが、まあ、どれがいいっていうわけではないけど全部やれやって思う。全部やればいいじゃん。全部やって、そんなにね、値段、マイレージもちょっと高いけど、まあ、R ファクター安いし、ね、PC 版でハンコを持ってる人は全部やってみて、自分がどう感じたかっていうのをね、大事にしてもらいたいと思います。どれがいいとか悪いとか言ってるわけじゃなくて、まあ、どれも楽しいよね。どれも楽しい。まあ、俺、今日の感想から言うと、R ファクターは面白かった。F1 2020はちょっと最近つまんねえなって思ってるのは、なんでかっていうと、F1 2020のシーズン、実際のシーズンがめちゃくちゃになっちゃったわけじゃん。だから、それに対応してなくて、グランプリモード対応してほしいわ。だから、そうじゃないと、なんかこう、雰囲気が出ないんだわ。雰囲気がね。なんかもう、予定通りの F1 2020が行われちゃってるから、いや、なんとなくこう、なんかこう、雰囲気出ないんだよね。なんで、これはシーズンとサーキット合わせてほしいっていうね、そういう願いはある。で、次、アイレーシングなんだけど、アイレーシングはもうやる気になるよね、なんか。やっぱりこう、やる気にさせる要素がいっぱい詰まってる。人を争わせて、競わせるっていう要素がたくさんあって、いや、面白いと思う。チャレンジしたいっていう気持ちになるよね。はい、今日一番大事なこと、一番大事なことは、どれもやっても面白い。それぞれ面白さの特徴が違うだけ。はい、ということでね、またね、こういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。